奥村伊保子愛国婦人会の肖像写真1910年。上は総裁の官員の宮古都比と新郎妃千恵子、右は会長の岡部後、左は副会長の安倍厚子奥村伊保子明治40年2月7日は幕末、明治期の社会運動家、愛国婦人会の創設者、非全国からつ出身。父は、 新州大谷派不残海高徳寺の住職、奥村良官で、父の影響を受けて、尊能上位運動に参加。文久2年には男装の姿で、長州藩への密誌を務めたこともあった。同じ州派の副城寺の住職、大友法人に嫁ぐが死別。続いて、水戸藩出身の父の小井淵彦五郎と再婚するが、離婚する。離婚後、 唐津海港に奔走する片原朝鮮半島に渡って明治29年公衆にて実業学校を創設半島への浄土真宗不況のために渡った兄奥村延信を助けた北進寺編後の現地視察をきっかけに女性による平士門と救護や遺族支援が必要と考え1901年にこの絵妻ろ小笠原長親家族夫人らの支援を受けて 愛国婦人会を創設する。以後、会のために、日本全国で、講演活動を行い、日露戦争時には病針を押して、献金運動への女性の参加を呼びかけ、戦地慰問に努めた。さ、花修日と郷土の尖閣者たち第13回、奥村伊保子。さ、花修日と郷土の尖閣者たち第14回、奥村伊保子。官報第7639号。 女人及び事例1908年12月11日、ありがとうございます。